エンゼルスの大谷翔平選手が2023年6月20日、ア・リーグの週間最優秀選手に選ばれました。打者として7試合で打率4割3分5厘、6本塁打、12打点、出塁率5割8分8厘、長打率 1.304、OPS 1.893 と驚異的なスタッツを叩き出し、大きなインパクトを与えています。ここまで両リーグトップの24本塁打を記録する一方、投手としても今季6勝2敗、防御率 3.29 という成績を残しており、投手としての評価も揺るぎません。そんな大谷の投打にわたる活躍に、MLB で7度シルバースラッガー賞を獲得し、通算541本塁打を記録したデビッド・オルティズ氏は、翔平・大谷が今やっていることは困難と言えるだけでなく、不可能だと言えるレベルのことだ。大谷はいわばペドロ・マルティネスとデビッド・オルティズが合体したようなもの。あの男がどこの惑星から来たのか理解できない。と言及。このコメントを現地ジャーナリストが SNS で伝え、大きな反響を呼びました。往年の名投手ペドロ・マルティネス氏も大谷を、米メディアの番組で、一人で相手を圧倒できる男、誰をも抑えられる球を持っている。などと絶賛しています。そしてマルティネスは、WBC ではマイク・トラウトをおかしな選手にしてしまった。マイク・トラウトだぞ。とも話しています。レッドソックスなどで通算219勝を挙げ、3度のサイ・ヤング賞を獲得したマルティネスから見た大谷の才能に迫ります。色あせないキャラと実績。トレードマークのカーリーヘア、ドミニカン特有の陽気さ、そして、死球を投げることも厭わない凶暴さ。マルティネスはキャラクター的にも多くのファンに愛された投手でした。マルティネスは1990年代後半から、剛速球と精度の高い多彩な変化球を武器に圧倒的な投球で打者を抑え、突出した力を持つ投手でした。エクスポズ時代に初めてサイ・ヤング賞を受賞した1997年シーズンには17勝を挙げ、防御率 1.90、奪三振数は305、分業制が進んでいるメジャーで13完投を記録しました。弱小チームにあって、勢いよく強豪球団に向かっていくように躍動するマルティネスの勇姿は、ファンの間で未だに語り草となっています。通算成績は219勝100敗、サイ・ヤング賞3度のほか、投手タイトルを多く獲得し、通算勝率は歴代6位、野球殿堂入りも果たしており、背番号45はボストン・レッドソックスの永久欠番であり、現在もレッドソックスの特別 GM 補佐の職に就く正真正銘のレジェンドです。身長180センチという比較的小柄な体格から最速159キロのフォーシームに加え、高速で変化するパワーカーブ、サークルチェンジ、カットボールを抜群のコントロールで操ったマルティネス。それぞれのボールが傑出しており、ピンチを迎えると球速が上がるという、クラッチ性能の高さも特筆に値しました。マルティネスと対戦した松井秀喜氏やイチロー氏は共に、ペドロの凄さはキレの良い様々な変化球をコーナーにきちんと投げ分けられることと評しています。2000年シーズンに記録したウィップ 0.74 は歴代1位。ウィップとは1投球回に何人の走者を出したかを表す数値であり、ウィップの数値が1であれば毎回1人のランナーを出すという計算になります。通算奪三振率 10.04 も歴代2位であり、グレッグ・マダックス投手のような精密なコントロールと、ロジャー・クレメンス投手、ランディ・ジョンソン投手のような奪三振能力を併せ持っていたのがマルティネスの凄さでした。その打者を封じ込める圧倒的な様相から、地上最強投手と呼ばれていました。プレースタイルは極めて過激であり、キャリアを通じて死球の 90% は故意だったと本人が認めるように、内角攻め、ビーンボールを有効活用しており、ヘッドハンターという異名も持っていました。2003年シーズンのフェンウェイパークの乱闘でヤンキースのドン・ジマー監督を投げ飛ばしたシーンはあまりにも有名です。そんなジマーですら、全盛期の瞬間最大風力で言えばメジャー史上でペドロが最も圧倒的な選手だっただろう。特にボストン・レッドソックスを86年ぶりにワールドチャンピオンに輝かせた功績は永遠に色褪せないと、マルティネスを称賛していることがマルティネスの凄さを証明していると言えるでしょう。本物のスーパースター。マルティネスは2017年に自伝を発表する際、これまで僕は
とてつもない量の涙を流し、恐怖を味わい、勝負を戦い、金を稼ぎ、名誉や賞を勝ち取ってきた。その長い期間を通じて、いつの間にか戸惑いや怒りの感情を捨て去る術を身につけていた。驚きや畏怖すら感じなくなっていた。それが僕の人生の物語だったと打ち明けました。そんなマルティネスにシンプルな驚きを与えた人物こそ大谷でした。大谷のメジャー移籍1年目の2018年シーズンにマルティネスは、見ているだけでワクワクする、こんな気持ちは久しぶりだよと地元メディアに語ったことがありました。その後も、個人的に見続けてきたと話しているように、マルティネスは大谷の虜になっていきます。2021年6月には自身のツイッターで、大谷は滅多に見ることができない傑出したアスリートだ、一人の選手に全てが詰まっていると絶賛。打って投げて走ってと欠点の見つからない二刀流をハリウッドに連れて行けばムービースターにもなれるだろうと最大級の賛辞を送りました。そしてマルティネスは米メディアでたびたび投手大谷を、一人で相手を圧倒できる男、誰をも抑えられる球を持っていると絶賛しています。2023年6月米スポーツメディアブリーチャーレポートの野球専門ツイッターウォークオフは、ペドロは第7戦でクレイトン・カーショーと翔平・大谷のどちらを選ぶか説明との一文とともに動画を投稿。ワールドシリーズ第7戦の先発はカーショーなのか大谷なのかというテーマが番組内で話し合われました。その中でマルティネスは自身の経験をもとに、ポストシーズンに行った者は誰でもどのように勝つのか分かっている、投手力と守備で勝つんだと、緊迫した戦いの中では投手力と守備こそが重要と力説。その上で、一人で相手を圧倒できる男が欲しいんだよ、その男は翔平大谷だと名前を挙げ、その理由について熱弁を振るいました。なぜなら大谷は誰をも抑えられる球を持っている、特にプレッシャーのかかる場面でね、彼はプレッシャーに負けない、それに加え彼はポストシーズンで必要なものを兼ね備えている、球速、決め球のスライダー、球の変化、他に類を見ないスプリット、勝負の決する1試合は翔平大谷に託さないといけない。そしてマルティネスは大谷の凄さを象徴しているシーンとして、2023年 WBC 決勝での大谷とマイク・トラウト選手の対決を挙げています。マルティネスは次のように語っています。 WBC ではマイク・トラウトをおかしな選手にしてしまった、マイク・トラウトだぞ。大谷自身はトラウトとの対決について、本当に自分のベストを超えるような球を投げないと抑えられないバッターだと思って、そういう気持ちでいきましたと、トラウトへの敬意も込めた全力を超える投球だったことを明かしています。一方でトラウトはどのように大谷との対決を振り返っているのでしょうか。トラウトは WBC 後、ドジャースのムーキー・ベッツ外野手が司会を務めるビデオ配信番組にゲストとして出演。 WBC 決勝で9回に侍ジャパンの大谷が登板し、対戦した打席を振り返りました。トラウトは打席に入る前に、大谷と当たるかもしれないとあらかじめ予想していたと明かし、後ろからしか見たことがなかったからね、不思議な感覚だったと同僚との初対戦の心境を明かしました。米国が2対3と1点を追う展開で9回に試走者なし、打席に入ったトラウトはホームランを打ってやろうと考えていたそうです。しかしトラウトはその考えを持ってしまったことで自分のアプローチを崩し、本来の打撃ができなかったかもしれないと思うと悔いていることを明かしています。自身のキャリアで本塁打を打つつもりで打てたのはトラウトであっても過去一度だけであり、2013年シーズンにサイクル安打を記録した時のみだったそうです。結局フルカウントから空振り三振し、米国は侍ジャパンに敗戦。トラウトはしばらく沈黙し、微笑を浮かべながら当時のことをこのように回想しています。意識しすぎだよね、分かってはいるんだけどね、捉え損なってしまったが、打てる球はあったように思う、でも翔平の球はえぐかったよと話しました。その後トラウトも大谷も WBC 決勝の打席について話したことはないそうです。トラウトは多分そのまま話すことはない気がすると語っています。マルティネスが大谷を絶賛するのは、トラウトを脱帽させたように
勝敗を分けるような緊迫した場面でこそ威力を発揮する。技術やメンタルの強さを備えた投手だからでしょう。マルティネスはヤンキースなどで活躍したカーティス・グランダーソン氏、元フィリーズのジミー・ロリンズ氏と米テレビ局の番組で大谷について話し合いました。その中でマルティネスが、メッツが大谷獲得に挑戦することに賛成だと唇を切り、メッツのオーナーで大富豪としても知られるスティーブ・コーエン氏との逸話を紹介しました。マルティネスは直近であるイベントの前にコーエンと席が隣になり話をしました。マルティネスはコーエンに、メッツにチャンピオンシップを与えられると前向きに捉えているかと聞くと、コーエンはもちろんだ、私はできる限りのことをして勝利チームを毎日フィールドに送り出していると答えます。そしてマルティネスが大谷の名前を出していないにもかかわらず、コーエンは奪い取りに行くよ、最高の選手をと話しました。マルティネスはコーエンが大谷の話をしているのだと確信し、マルティネスは大谷の移籍先の有力候補としてメッツの名を挙げたのでした。 MLB で通算17年にわたってプレーし、サイ・ヤング賞も3度受賞するなど輝かしい経歴を誇るレジェンドのメッツ有力発言は、同席した面々も納得の表情をするほどの説得力にあふれており、米国中をざわつかせました。 MLB では8月1日までがトレード期限です。あるいは今季終了後の FA なのか。大谷の去就をめぐる話題は当分続きそうですね。最後までご覧いただきありがとうございました。今後もプロ野球の動画をどんどん出していきますので、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。